こんにちは。ファッション館4階和雑貨売り場からお正月を盛り上げる日本製のモダンなお飾りをご紹介いたします。今回は鏡餅と紅白の水引きが美しい2種類のお飾りをお持ちしました。まずはこちらの紅白和飾り、水引きをくるっと輪にして中央に稲穂をあしらいました。水引きとは紙をよって紐状にして糊を引き乾かして固めた飾り紐のことです。昔から魔除けの意味があると言われています。こちらの紅白合わせのお飾りは同じ水引きを使っていますが、縦にシュッと流したデザインです。細身なので柱や面積の狭い壁などに飾るのにぴったりです。次はこちらの鏡餅、2段のお餅と台々はすべて入れ子にして切り箱に収納されています。蓋を返し飾り紐を手前に垂らします。大きいお餅、小さいお餅、台々の順に乗せていただくと完成です。台々は品材に絹の唐打ち紐で亀結びをしています。この結び方にも意味があって魔除けと長寿復帰を表しています。三方手前の飾り紐は菊結びといい延命長寿を表しています。今年も残りあと1ヶ月準備がまだという方もぜひエトネットで検索してみてください。ご視聴ありがとうございました。